ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、野生動物と言って思い浮かぶのはどんな生き物だ？野生動物？鹿やイノシシ、クマなんかかな。北海道には自然の中の鹿やクマを見られるツアーがあるらしいよね。クルージングしながら高確率でクマを観察できるツアーや、間近でクマを見ることができる牧場が人気なようだな。だが、こういったものは決められた場所で、安全な場所から見ているから成り立っているんだ。接し方を間違えると野生動物は一変して、恐ろしい存在に変わることを忘れてはいけない。だけど、野生動物は意外に臆病だって聞いたことがあるよ。人間を襲うなんてことはしないんじゃないの？実は、人間が攻撃され、無残に食い殺されるといった、獣害事件は全世界で起こっているんだ。日本も例外ではないんだぜ。え？日本でも起こっているの？そんな事件に巻き込まれないためにも野生動物の危険性や習性を知っておく必要があるんだ。そこで、今回は日本と世界で起こった最悪の獣害事件5選を解説するぜ。それではゆっくりしていってね。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5選。その1、福岡大ワンゲル部のヒグマ襲撃事件。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5選。1つ目は、1970年7月に、北海道静内郡静内町の、日高山脈カムイエクウチカウシ山で発生した事件だぜ。カムイエクウチカウシ山って、日本に100名山に選ばれるほど、日本の代表的な山の一つだよね。整備された道が少なくて登るのがかなり難しいって聞いたことがあるよ。そこで福岡大学のワンダーフォーゲル同好会メンバーが被害に遭った。ワンダーフォーゲルって山登りのこと？山を対象にした野外活動のことで、山登りや沢登り、キャンプなども活動に含まれるぜ。この時、ワンダーフォーゲル同好会にはリーダーの男子学生 A、サブリーダーの B、C、D、E の5人が参加していた。25日、順調にワンダーフォーゲルを楽しんでいた。メンバーたちの前にヒグマが現れた。奥の沢カールでテントを張ったところ、ヒグマがナップザックを漁って中の食料を食べているのを発見し、食器を叩いて音を鳴らしたり、火を見せたりして追い払い、荷物を取り返したそうだ。音を立てただけで逃げていったんだね。やっぱり臆病なのかも。事なきを得て夜を迎えたメンバーたちは、食料を取られないようナップザックを、テントの中に入れて就寝。そこにヒグマが再び現れ、テントに穴を開けてきたんだ。メンバーたちは交代で見張りを立てたが、ヒグマがまた現れることはなかったんだぜ。荷物を奪えなかったから嫌がらせかな？さらに翌日26日の早朝には、ヒグマがまた現れて、テントに入ろうとしてきたんだ。メンバーはそれを防ごうとテントを内側から引っ張り、数分間お互いに引っ張り合う形になったそうだ。ついに、メンバーは反対側からの出口から脱出し、ヒグマはテント内のナップザックを奪い食料を食べ始めたんだ。一方、5人はテントの反対側からなんとか脱出に成功。度重なる熊の出没に身の危険を感じたメンバーたちは、救助を呼ぶために A の指示で B、E が下山。途中で登山中の北海学園大学や鳥取大学などのグループに遭遇し、救助要請を頼むと、B、E は他の3人を助けるため山中へ戻ることにしたんだぜ。残りの3人は大丈夫だったのかな？心配だよ。B、E は昼頃には元の場所に戻り、ヒグマがいないことを確認。3人も無事であることが分かり、安全のため養成場にテントを移し、助けを待っていたが16時頃にまたヒグマが出現。全員急いで養成場重走路を50メートルほど下り、怯えながら1時間ほど様子を伺っていたそうだぜ。場所を変えたのにまた現れたの？さらに危機感を感じたメンバーは、鳥取大学のテントへ避難することを決意。の沢カールを出発するが鳥取大学や北海学園大学のグループは、ヒグマ出没の一報を受けてすでに避難した後だったんだ。仕方なくメンバーたちは、できるだけヒグマから離れるために夜道を歩き続けた。しかし、稜線から60から70メートルほど歩いた午後6時半、メンバーたちはすぐ後ろに気配を感じて驚愕するんだぜ。まさか、ヒグマは、すでに真後ろまで来ていたんだ。全員が一斉に駆け下りるが E が捕まり山中に悲鳴が響き渡る。恐怖とパニックで C は他のメンバーから離れて逃げていった。仕方なく、残った3人は一緒に走って逃げ、ヒグマの姿が見えなくなると安全そうな岩場を見つけて夜を過ごし、朝にまた下山することにしたんだ。その頃、C 君も一人で別の場所で夜を過ごしていたようだぜ。うわ、こんな時に一人で夜を過ごすのは心細すぎるよ。27日の午前8時、非常に霧が濃かったが3人は下山を決めて岩場を下っていった。
そこになぜかまたヒグマが現れるんだぜ。もう、目的がわからないよ。何がそんなにヒグマを怒らせたんだろう。A 君がクマを押しのけると、ヒグマは逃げる A 君を追いかけていった。残った B、D の二人はなんとか下山し、午後1時に五の沢砂防ダムの工事現場に駆け込んで車を借り、18時に中札内駐在所へ到着し、無事保護されたんだぜ。一方、最初にはぐれてしまった C は自身の動向をメモに書いて残していたようだ。メモには、鳥取台のテントを見つけ、逃げ込もうとするが、ヒグマに見つかり追いかけられたこと。石を投げつけなんとか逃げ延びるがヒグマがすごい形相で、自分を睨みつけてきたことなどが書かれていたんだ。逃げ延びたってことは助かったの？その後は、なんとかテントに逃げ込むことができたが、27日の朝にも近くにヒグマがいることを確認し、テントから出ずにじっと怯えて助けを待ち続けたことがメモから推測できる。恐怖からかメモの文字が次第に乱れていき、不自然な部分で中断。状況から C は一人でテント内にいる際に、ヒグマに襲撃され命を失ったと見られているぜ。え？ C はヒグマに殺されていたの？最初に襲われた E や次に襲われた A も後に遺体で発見された。ここまででヒグマは3人を襲撃し殺害していたんだぜ。ヒグマは、どうしてそんなに執拗に追いかけ回していたんだろう。まさか、食べるために襲っていたの？解剖した結果、体内から人の肉片や、持ち物などは確認されなかったそうだ。ヒグマは食料確保とは関係なくメンバー全員を殺そうとしていたんだぜ。野生動物の有識者である木村森武研究家は、今回の事件で起こったいくつかのポイントについて注意喚起をしているぜ。まず、はじめにヒグマに遭遇した際にナップザックを取り返していた点だ。確か、音を立てたり火を見せたりして追い返したんだよね。ヒグマの目的ははじめ、ナップザックの中の食べ物だけだったと推測される。だが、ナップザックを奪おうとしては取り返されることを繰り返し、次第にワンダーフォーゲル同窓会のメンバーを、敵視するようになってしまったんだぜ。食べ物をたくさんもらえなかったから怒っちゃったってことなの？ヒグマは一度自分が手に入れたものは自分のものだと考える。つまり、同窓会メンバーはヒグマから大事なものを奪う行動を繰り返していたことになるんだぜ。しかも、非常に執念深いという特徴を持っている上に、何度か接触したことで人間への恐怖心が薄れていた。ということは、ヒグマに一度でも奪われたものは、絶対に奪い返してはいけないってことなんだね。それだけじゃない。ヒグマがすぐに立ち去ったとしても、目撃した直後に避難を始めるべきなんだ。メンバーは、ヒグマに遭遇したものの、身の危険をすぐには感じず下山しなかった。ヒグマが自分のものだと認識したナップザックを置いて下山すれば、敵意を向けられることはなかった可能性が高いぜ。なるほど。さらに、逃げる時も決してヒグマに背を向けて逃げてはいけない。ヒグマは背を向けて逃げるものを犬のように追いかける習性があるからな。たとえ敵ではないと認識していても、背を向けて逃げると、本能的に追いかけてしまうから、非常に危険だぜ。それじゃあ、どうすればいいの？とにかく急な動きはヒグマを刺激してしまうから良くない。遠くにいるようであれば動かず立ち去るのを待つか、視線を離さずゆっくりと後ずさりしてその場を離れるという方法が推奨されているぜ。だけど、今回みたいに、もうすでに起こっていたらどうしようもないんじゃないかな。突進してくる、襲ってくるといった行動に出てきた場合も反撃は良くない。威嚇したり、どうしようもない時はうつ伏せで首を手でガードして、急所を隠したりという方法も推奨されている。とにかく、クマが出没する可能性が少しでもある場所へ行く際は、事前に対処方法を調べて頭に入れておく必要があるんだ。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5000。その2、三毛別ヒグマ事件。日本と世界で起こった最悪の獣害事件50002つ目は、大正4年11月に起こった。三毛別ヒグマ事件だ。この事件もクマによる獣害だが、日本史上最悪の有害と呼ばれるほどおびただしい事件だぜ。あんまり聞きたくないよ。当時、北海道苫前郡苫前村三毛別にある家々では、軒下に吊るされていたトウキビがヒグマに荒らされることが多くなっていた。クマの出没は珍しくなく、怪我人はいなかったものの、度重なる被害に危機感を抱く者も少なくなかったそうだぜ。ヒグマが家の食べ物を食べに来るの？さすが北海道だよ。クマは森の中で生活するのが通常だが、古くから続く内陸部開拓や森林伐採でクマの生息域は脅かされていたんだ。だから、自然に人間の住む生息域に追いやられていき、活動範囲が重なってきていたと考えられているぜ。食べ物もなくなってきていたのかもしれないね。
さらに、開拓は進められ、苫前村三家別は、開拓民として移住する人々が増加していた。そのため、ヒグマは生息域をどんどん追いやられ、出没頻度は日々増すようになっていったんだ。そしてある日、被害を受けた一人である池田富蔵が、被害を食い止めようとマタギに頼んでヒグマを退治してもらうことにしたんだぜ。マタギは猟銃で狩りする人のことだよね。狩りが実行されたが傷を負わせたものの取り逃がし、失敗に終わった。最初の事件が起こったのはそれから数日後の12月9日だ。悪人と化したヒグマによって、苫前村三家別の人々は、恐怖のどん底に叩き落とされてしまったんだぜ。銃で撃たれたことがきっかけで起こったの？ヒグマは一体どんな事件を起こしたの？三家別の奥地、六千沢にも開拓民たちが住む、15軒の家があった。はじめにヒグマの犠牲になったのは、大竹に養子として迎える予定だった子供、蓮見幹雄だぜ。うそ、子供を？幹雄は、側頭部に大きな傷を負いすでに亡くなっていた。しかも、太田眉の姿が見当たらず、眉のものと思われる複数の髪の毛が、ところどころ残っていたんだ。眉の身に危険が訪れている可能性は高いが、ヒグマを捜索するには時間が遅く、その日は捜索に、踏み切ることはできなかったんだぜ。ヒグマから逃げて隠れているのかな？翌日の12月10日朝、捜索隊が結成され、眉の捜索が行われたがヒグマは突如現れたという。驚いた捜索隊は銃を発砲するがヒグマには当たらず逃がしてしまった。そして、ヒグマが出現したすぐ近くにあるトドマツの根元から、眉の遺体が見つかったんだぜ。眉さんも殺されていたの？その遺体は本人だと判断するのが難しいほど、部分的にしか残っておらず、足と頭の一部が、かろうじて残っているだけだったそうだ。ヒグマは、幹雄を襲った後、眉をこの場所に連れて行き、食べていたと考えられているぜ。え、食べたの？基本的にヒグマは7割以上植物性のものを食べている。鹿や鮭、昆虫も食べるがわざわざ人間を食べようとはしないんだ。しかし、一度人間を食べて味を覚えてしまったり、母クマが子グマに人間も食べられることを教えて育ててしまったりすると、ヒグマは人間を食用の一つと判断し、襲ってくることがあるんだ。恐ろしすぎるよ。しかも、クマは食べきれなかった食用を土に隠して保存しようとする習性がある。まだ生きていても土に埋められ、しばらくするとまた食べられるという、地獄のような殺され方をされるんだ。可愛い生き物の象徴とされることの多いクマだが、脅威の存在だということを絶対に忘れてはいけないんだ。テディベアすら怖くなってきたよ。その日の夜、犠牲となった幹雄と眉の葬式が大竹で行われた。ところが、またそこにヒグマが壁を打ち破って現れ、通夜の出席者たちは逃げ惑い、大混乱となってしまう。出席者の一人が銃を放ったため、ヒグマは逃げていき、大竹の者たちが胸を撫で下ろす中、ヒグマは少し離れた明景池に向かった。熊は一度手に入れたものを自分のものだと思うって言っていたよね。眉さんの死体を取られたと思って追いかけてきたのかも。取り返せないと分かって、別の獲物にターゲットを変えた可能性は高い。次の標的となった明景池は、この直後、阿鼻叫喚の巷と化すことになるんだ。大田宅から500メートルほど下流の明景池には、明景安太郎の家族7人と、妊婦である斉藤石五郎の妻、竹と子供たち3人、大田宅の寄宿人である長松陽吉の計11人がいた。12月10日の午後9時頃、ヒグマはそこへ入り込み、次々と人間を攻撃したんだ。トウキビを食べるだけだったヒグマはどこに行ってしまったんだろう。ヒグマは、まず明景池の妻、八代と子供たちを次々と襲撃。それを見た大竹の寄宿人、陽吉が逃げ出すとヒグマに見つかり、陽吉も攻撃された。次に明景池の三男、斉藤家の三男、四男に攻撃し、子供たちの断末魔を聞いてたまらず駆けつけた。斉藤家の妻、竹もヒグマのターゲットとされてしまったんだぜ。妊婦さんなのに、竹は今に引きずり出され、胎児を守るために、お腹を狙わないでほしいという命乞いも虚しく上半身から食われ始めたんだ。村の男たちが駆けつけ、銃声を鳴らして追い払うことができたが、この日の襲撃で、明景家の三男、斉藤家の三男、四男、竹と胎児の5人が殺され、明景家の妻、八代、四男、大田宅の寄宿人である陽吉の3人が重傷を負った。特に竹の損傷はひどく、腹を裂かれた上に、胎児が引きずり出されていたと言われているぜ。ひどすぎる。他4人は、隠れたり、失神して倒れヒグマの眼中に入らなかったりしたことで、奇跡的に被害を免れたそうだ。そして12月12日、
この事件が北海道庁に届けられ、熊狩り本部が結成されることになる。ヒグマの習性から、獲物を取り戻そうとする可能性が高く、被害者の遺体をおとりとしてヒグマをおびき寄せるという作戦が挙げられた。この作戦に反対した遺族は一人もいなかったそうだ。反対してお通夜やお葬式を開けば、またヒグマが乱入してくるかもしれないよね。受け入れるしかなかったんだと思うよ。作戦はすぐに決行され、予想通りヒグマが現れた。しかし、警戒しているのか家の周りをうろうろするだけで、結局引き返していき射殺することはできなかったんだ。明慶家でも、斎藤家でもなく大竹なの？まだ真由さんの遺体を取り返そうとしているんだとしたら、執念深すぎるよ。翌日13日、住民全員が安全のために三毛別分教場へ避難することになり、無人と化した農家をヒグマは次々と荒らしていった。待ち構えていた討伐隊員たちにより発砲が行われ、ヒグマに命中。翌日14日、血痕と足跡が発見されたが致命傷には至らなかったんだ。だけど、ダメージは受けているってことだよね。さすがに、悪さができなくなるんじゃないかな。とはいえ、回復されればまた人を襲いに戻ってくる可能性は高い。討伐隊たちは、とどめを刺すために血痕と足跡を追い、捜索を続けることにしたんだぜ。しかし、ここで別行動を取った人物が一人だけいたんだ。それが、漁師の山本平吉だぜ。一人だけ足跡を追わなかったの？長年の勘から違うと感じたんだろうな。一人別ルートから山へ入っていった山本は予想通りにヒグマを発見。20メートルの近距離まで隠れて接近し、クマの背中をめがけて発砲。さらに第2弾を頭部めがけて発砲し、ヒグマの射殺に成功したんだぜ。さすがベテラン漁師だよ。こうして三毛別ヒグマ事件は終わりを告げたが、実はこの事件の後、いくつか不可思議な現象が発生しているんだ。まず、ヒグマの死骸を運んだ時、それまで3日間晴天続きだったにもかかわらず、急に曇り、雪が降り始め、死骸を運ぶ一行を強烈に襲ったというんだ。それ以来住民たちは、この現象を熊風と言って語り継いだそうだぜ。天候まで操れるとしたら、まさに悪人だね。不可解な現象はまだまだ終わらないぜ。運ばれたヒグマは解体され、胃の中身から間違いなく、村を襲ったヒグマだと断定された。その後、ヒグマは煮込まれ住民たちに振る舞われたが、この時参加してヒグマを食べた鍛冶屋の息子に異変が起こり始めるんだ。当日の夜から突如、人に噛みつくなどの乱暴が始まり、その凶暴性は日に日に増していったんだぜ。え？ヒグマが乗り移ったってことなの？寺に連れて行って見せたところ、住職は間違いなく熊のたたりだと選択を下し、近親縁者一同で、一心にたたりが去るようにと祈りを捧げることになったんだ。すると、次第に症状は治り、住民たちにようやく穏やかな日々が訪れた。だが、死してもなお猛威を振るおうとするヒグマの執念に住民たちは恐れおののき、なかなか恐怖が収まることがなかったと言われているぜ。そんな目に遭えば相当なトラウマになるだろうね。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5000。その3、チャンパーワットの人食いトラ事件。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5000、3つ目は、チャンパーワットの人食いトラ事件だぜ。今度はトラなの？トラにも人を食べるイメージはあまりないよ。トラは肉食だが、通常は人間を進んで食べようとすることはない。だが、クマ同様に生息域を人間によって奪われ、食料が不足して人を食料の対象としてしまうことがあるんだぜ。環境問題云々の前に獣害を増やさないためにも、過剰な森林伐採はするべきじゃないということだよね。このトラが殺害した人間の数は、少なくとも436人。19世紀の末から20世紀の初めにかけて、被害区域となったインドとネパールでは多くの人々が、たった一頭のベンガルトラに脅かされる日々を過ごしていたんだぜ。436人。全部一匹で食べたっていうの？この犠牲者の数は単独の猛獣による獣害事件としては、史上最悪のものとして、ギネス世界記録に認定されている。最終的には1907年にジム・コルベットによって射殺されるまで、ネパールとインドのクマーウン地方で少なくとも7年間にわたって、人間を捕食し続けたんだぜ。1900年頃、ヒマラヤ山脈に近いネパールではジャングルを行く人々が、何者かに待ち伏せされて襲われるという事件が頻発していた。犠牲者は何十人にも上り、付近の住民たちは一連の事件を、悪魔の仕業、神のたたりなどと噂するようになったんだ。しかし、ある日逃げ延びた生存者の一人が、一頭の虎に襲われたということを証言したんだぜ。
何十人になるまでわからなかったんだ。よっぽど襲い方がうまかったのかな。すぐに虎退治のためにハンターが送られたが、成果は得られずに犠牲者が増え続け、200人を超えた頃には、ついにネパール政府が、国軍の投入を決定するほどの騒ぎとなったんだ。虎一匹に国軍が動くってどういうことなの？詳しいことは公表されていないが、よほどすばしっこかったのかもしれないな。国軍が手を尽くしても虎を捕獲も射殺もすることもできなかった。しかし、国外へ追い出すことには成功し、ネパールの人々はほっと胸をなで下ろしたんだぜ。え？安心していい状況なのかな？虎は、ネパールとインドの国境であるシャールダー川を渡ってインドに入国。ネパールの時よりもより大胆に昼夜問わずクマーウン地方で、人間を襲い始めたんだぜ。特に女性や子供たちが被害の対象となってしまったんだ。うわ、場所が変わっただけでもっと被害が大きくなっちゃったよ。地元の住民たちは恐怖のあまり、虎のうなり声が聞こえると、出勤を拒むようになった。人命を損なうという危機に加え、経済的な問題まで出てくるようになってしまったんだぜ。昼間から虎がうろうろしているのなら、仕事に行くどころではないと思うよ。順調に人間を狩り続けていた虎はチャンパーワットの町で、16歳の少女を殺して食べた際に、珍しく血痕と足跡を残していったそうだ。これを見たイギリスの狩猟家で博物学者でもあるジム、コルベットは、その血の跡を追跡。しかし、逆に待ち伏せされたためライフルを撃って威嚇し、なんとか難を逃れたんだぜ。血を辿ってくることを知っていたのかな？頭が良すぎるよ。コルベットは約300人の村人の助けを得て体勢を立て直し、翌日の正午に虎を発見。コルベットは虎の胸、肩、足に、銃を命中させることに成功して虎は死亡。ようやく人々は人食い虎の恐怖から解放されたんだ。すごい、国軍でも退治できなかったのに。虎の死体は見聞にかけられ、性別はメス、全長は約2メートル50センチ。年齢は約10から12歳。右側の剣歯が上下とも折れていて、上側の剣歯は半分しかなく、下側の剣歯は根本から失われていることが判明した。コルベットはこの虎は何らかの事故で剣歯を半分失ったため、満足に野生動物を狩ることができなくなり、力の弱い人間を襲って食べるようになったのだろうと分析している。そんなに大きいの？動物園にいる虎の倍くらいあるんじゃないかな。それだけ大きい体を持っていたからこそ、今まで通りの量の食料を求めようとすると、抵抗力の少ない人間がうってつけだったんだろうな。もっとも剣歯が折れた原因は不明だが、ネパールでハンターに撃たれて失ったのではないかと言われているぜ。確かに、狙われていたのは体が柔らかい女性や子供ばかり。だったって言っていたし、歯の問題があるから、男性は避けていたのかもしれないね。犠牲者は少なくとも436名と言われているが、虎による被害だと断定された件のみでこの数なんだ。見つかっていない件を含めればとんでもない数に、膨れ上がる可能性もあったのではないかと推測されているぜ。チャンパーワットの町からロハガートの町に向かうための、チャタール橋のたもとには、この虎が倒れた場所を示す、記念碑が置かれているんだ。それだけ、人々にとって恐怖にさらされた日々の記憶は強く、解放された喜びは大きかったということだと思うぜ。なかなか捕まらなかったり、巧妙に待ち伏せしていたり、人を襲う動物の頭がいいと、被害がとんでもないことになるってことがよくわかったよ。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5選。その4、ギュスターブのナイルワニ。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5選4つ目は、ギュスターブのナイルワニだ。東アフリカ、ブルンジ共和国のタンガニーカことルジジ川に生息する。ギュスターブと呼ばれるその巨大なナイルワニが、300人もの人間を殺し続けたと言われているぜ。普段は水の中にいるワニだから水中に入らなければ被害を防げるのかな。水が貴重なブルンジ共和国では、湖に近づかなくてはならないことは多いんだ。しかも、ワニは非常に狩りがうまく、全くわからないように、水面から目だけを出してターゲットを狙ってくる上、地球上に現存する生き物の中で咀嚼力が最強だと言われている。しかも、食欲旺盛で自分の体重の半分以上をペロリと食べてしまうんだ。そんな生き物と生息域を共有しているなんてたまったものではないんだぜ。噛む力が最強で体重の半分も食べるの？そのワニはどのくらいの大きさなんだろう？体が水面下にあり、近づくことができないからあくまで推定だが、通常のワニの3倍はある体長6メートル、体重は1トン近い。オスのナイルワニだと言われているぜ。1トン？人間10人くらい食べないとお腹いっぱいにならないってこと？
体重が50キログラムだとすればそのくらいになるな。さらに、地元の人々が言うには、ユスターブは快楽のために、人間を襲っているそうなんだ。人を襲ったにもかかわらず食べられずに殺されただけの死体が、何度も発見されていて、腹が減ったからだけではなく、満腹でも娯楽として人間を噛んでいる可能性があるんだぜ。うわ、立ちの悪い害獣だよ。最初の事件が起こったのは1987年。目撃者されたデュスターブの姿は異常なまでの巨体で、頭などに3つの銃創らしき傷があったそうだ。何度か撃たれたけど生き延びているのかな？過去に何度か機関銃や拳銃で射殺が試みられているが、弾が当たっても致命傷を与えるには至らなかったんだ。硬い鱗が防弾チョッキのように衝撃を防いでダメージを食い止めてしまうんだ。防御力まで最強なのか、打つ手がないよ。2008年を最後に長らくデュスターブの目撃証言は途絶えていたが、2015年6月には地元住民が水流を捕食する姿を目撃している。2005年3月にドキュメンタリーで撮影された際には60歳前後だと推定されていたが、2010年には歯の状態から推定68歳と発表された。それが正しいとすれば、現時点でデュスターブはおよそ80歳ということになる。ナイルワニの寿命は45歳と言われているから、かなりの高齢ワニだということになるぜ。ん？あれ？デュスターブは結局退治されずに生き続けているってこと？何度射殺しようとしても効果はなかった。ブルンジ共和国の人々は今もいつ起こるかわからない、デュスターブの被害に怯え続けているんだぜ。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5選。その後、サボの人食いライオン事件。日本と世界で起こった最悪の獣害事件5選、最後はサボの人食いライオン事件だぜ。サボってことは東アフリカあたりだね。今で言うとケニアに該当するな。ライオンも通常は人を襲うことはないと言われているが、ごく稀に獲物と認識されて襲われたり、継続的に食料としようとしたりする個体も少数確認されているんだ。ライオンまで人を食べちゃうのか。この事件の発端は、1896年にイギリスが計画した、ウガンダ鉄道の建設計画だ。当時イギリスの植民地とされていた東アフリカでケニアウガンダ間の、ウガンダ鉄道敷設によるサボ川架橋工事が行われ、サボ川の鉄橋を架橋する工事中に事件が起こり始めたんだぜ。工事に関わっていた人たちが襲われたの？イギリス領インドから来たインド人の季節労働者が、主力として工事を行っていたが、そこに凶暴なライオン2匹が出没するようになったんだ。サボでの作業に着工して2、3日目に、1人、2人と、労働者の姿が見えなくなり、ライオンに食い殺されたという噂が流れたんだぜ。百獣の王ライオンの上に、2匹はきつい。総監督を任されていたジョン・ヘンリー・パターソンは、すぐにはその話を信じることができずにいた。ところが、3週間ほど後のある日、ライオン2匹は、6人の労働者がいる目の前でテントにいた1人を襲って、連れ去るという大胆な犯行を行ったんだぜ。大胆すぎる。たくさん人がいても邪魔できないと思っているのかな。その報告から、パターソンも事実を認めざるを得なくなり、見張りを立てるなど対策に努めたが、2、3日おきに1人、また1人と、労働者が連れ去られるという被害が繰り返されたんだぜ。だけど、どうして2匹はこんなに人間を襲うようになってしまったの？原因はいくつか考えられるが、まずこの工事が、かなり過酷な環境下で行われていて、現地特有の伝染病である、マラリアや黄熱病などの病気にかかって亡くなってしまうことが多かったんだ。しかし、満足な死体の処理はできず埋葬せずに風化させる、風葬の形を取らざるを得なかった。2匹のライオンは、そんな人間の死骸を食べて味を占め、生きた人間も狙うようになったと推測されているぜ。やっぱり、どこかで人間を食べてしまうと常習化しやすいんだ。しかも、当時はライオンの常食であるアフリカ水牛が、流液という伝染病の影響で減少していた。そんな中、人間の肉が楽に手に入る場所を見つけたライオンたちが、より新鮮な肉を求めたのは至極当然な流れだったんだぜ。ライオンたちからすれば、死体は食べていいのに、生きている人間はダメなんて思いもしなかったのかもしれないね。2匹に縄張り認定されたサボのキャンプ場では、1898年3月から同年12月にかけて少なくとも28名の労働者が、犠牲になったと言われている。この被害を食い止めるため立ち上がったのが、総監督のパターソンだぜ。パターソンは地方官のホワイトヘッド、警察長官のファーカー、インド兵20人の協力を得るなどして奮闘したが成果はなく、最終的にはパターソンだけが2匹と対峙せざるを得なくなったんだ。
インド兵たちは退治できてないのに帰っちゃったの？環境の悪い僻地でもあったし長くはいられなかったんだろうな。パターソンは、労働者たちが危険だと止める声を押し切り、ヤギやロバをおとりにして夜通し一人で待ち構える作戦を決行。そして、眠気で意識が朦朧とする中、とうとう目の前にライオンが現れたんだぜ。ドキドキ。一人で大丈夫なのかな？ライオンは一匹だけだった。パターソンがいることに気づくと、怒ったようにうなり出したが逃げる素振りはなかった。それどころかゆっくりとパターソンに近づいてきたんだぜ。危ない、食べられちゃうよ。パターソンは細心の注意を払い、銃を発砲。ライオンは大きなうなり声を上げた後に倒れ、そのまま動かなくなったんだぜ。よし、一匹は退治できたんだね。ただし、ライオンはもう一匹いる。その後もヤギが連れ去られるなどの被害は続いていたんだ。そこで、パターソンは助手のウィンクラーや、鉄砲持ちとしてマヒナを連れてライオンの探索に当たり、何度か逃げられるものの銃で両肩を撃つことに成功。さらに別の日には胸に一発、続けて撃った三発でも、手応えがあったが逃げられてしまう。別の日にも二発が命中し、ついにライオンは倒れ込んだが、生死を確認しようと近づいたパターソンに突然飛びかかってきたんだぜ。一体何発当たれば倒せるの？頑丈すぎるよ。しかし、すでに致命傷を受けていたらしく、パターソンへの攻撃は届かず、再び倒れて息絶えたんだ。死体を調べたところ、2匹ともオスだと分かった。最後に倒れたライオンの体には6発の弾丸が見つかり、1発は肉の中にまで食い込んでいたそうだぜ。6発も当たらないと退治できなかったのか。このライオンもギュスターブのナイルは南に、防御力が強かったのかもしれないね。今回は、日本と世界で起こった最悪の獣害事件5選を解説したぜ。全体的にただただ恐ろしかったよ。森林伐採や土地開発のしすぎは、環境問題から見ても大きな問題だけど、野生動物たちの食料を減らして獣害を増やすことにもつながるんだよね。それを防ぐためにも SDGs は、大事なんだなって思ったよ。登山やキャンプといったアウトドアは気分転換になって楽しいが、自然の中には野生動物も生存している。野生動物がいるところであれば獣害を受ける可能性は、どんな場所であってもゼロではないということを忘れてはいけないんだ。安全な地域だって言われていても、遭遇する可能性があるなら、生態や避難方法を調べておくべきだよね。自分だけは大丈夫だとは思わずに、なるべく被害に遭わないように、十分気をつけてほしいぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンを、ポッチしてくれたらテンション上がります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。